都庁記者クラブ幹事社の東京 MX 三島です。増田知事の定例会見を始めます。知事から発表事項についてお願いします。はい、まず第1点でございます。今月31日火曜日ですが、からかつてパラリンピック選手で先のロンドン大会でパラリンピック統合ディレクターを務められましたクリス・ホームズ卿が東京においでになりますのでお知らせをいたします。プロフィールがそちらにございます。私は31日にお会いして意見交換をいたします。昨年10月のロンドン訪問の際にはボランティア育成に向けた取り組みや子どもたちへの教育プログラムなど東京大会を成功させるための貴重な意見をお伺いいたしました。今回も実りあるお話を伺えることを楽しみに しております。午後からはシンポジウムパラリンピック競技大会の成功に向けてを開催し、パラリンピックを通じてイギリス社会はどう変わったかについて講演をしていただきます。また障害者スポーツを専門とされております日本福祉大学の藤田元明氏をコーディネーターにお迎えしてトークセッションも行いますので、ぜひ多くの方に聴講していただきたいと思っております。また翌6月1日水曜日ですがには渋谷区立富ヶ谷小学校を訪問し、ホームズ卿のご経験を児童たちに直接語りかけていただきます。東京都ではこの4月から都内すべての公立学校で全国に先駆けましてオリンピック・パラリンピック教育プログラムを展開しているところでございまして、障害者理解の教育を進める一助となるものであります。ホームズ卿の持つ知識や経験を提供していただき多くの大会関係者や都民、国民と共有して2020年大会の準備をしっかりと進めていきたいと思っております。この件の詳細につきましてはオリンピック・パラリンピック準備局にお伺いしていただきたいと思います。次でございます。中小企業による国内最大級のトレードショー産業交流展2016の出展企業の募集を開始するのでお知らせをいたします。こちらにあるそうです。今年度で19回目となります産業交流展を10月31日から11月2日までの3日間東京ビッグサイトで開催いたします。今年度は出展規模を昨年度の900社から1350社へ大幅に拡大しまして中小企業の出展機会の充実を図ります。今日から首都圏に事業所を有します中小企業の出展募集を開始いたしますので、ぜひともこの機会を多くの中小企業の皆様に役立ててもらいたいと思っております。なお全国の中小企業を集めました全国像についても昨年度より規模を大幅に拡大いたしまして日本各地の産業活性化を目指すオールジャパン東京プロジェクトの一環として全国の道府県との連携を強化してまいります。この件の詳細は産業労働局にお尋ねいただきたいと思います。都政についての患者さん、私の方からの報告はそうでございますけれども、最後にですね、私の政治資金等に関することについて一言申し上げたいと思います。改めましてまずはこの間この間ですね、都民の皆様をはじめまして多くの方々にご迷惑をおかけしていることにつきまして改めて心からお詫びを申し上げます。一昨日も申し上げましたとおり現在元検事の2人の弁護士の先生に厳しい調査を行っていただいております。私からは先生方に一日も早く結果を出していただきたいとお願いをしているところでございます。先生方のご指名につきましては調査が完了して結果を発表するときに公表しても構わないが、調査期間中は差し障りがあるので今は公表しないでいただきたいという先生からの方からの申し出でありましたので現時点では公表を差し控えさせていただいております。公正厳格そして迅速に
結果をいただくために集中して調査に取り組んでいただきたいと考えております。一日も早く結果をお求めいただいて、その段階でご報告したいと思ってますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは、幹事社から質問させていただきます。はい。先日政治資金や公用車の使い方などをめぐる第三者が2人決まったということで今も発表ありましたが、現在その調査はどの程度進んでいるかという部分がお答えいただけるかどうかというところと、それから議会に迷惑をかけないとして、今も1日でも早くということだったんですが、その調査終了時期のめどは新たに示していただくことはできますでしょうか。まずですね、一昨日お願いして早速調査に取り掛かっていただきました。で、今スタートしたばかりでですね、何分多くの疑問を呈されていることが多いのと、政治団体が解散したのもございますので、少し多少の時間をくれということをおっしゃっております。で、本当に全力を挙げて今やっていただいているというのが今の状況であります。それからいつ終わるかについてもですね、もうこれはもうとにかくしっかり厳正なるその弁護士の先生方の目で見ていただいて、ということが大前提になりますので、一日も早くということを申し上げている次第で、それはよく分かったので全力を挙げて、全速力でやるということを今おっしゃっていただいております。もう一点させてください。はい。都議会では知事の問題を調査するための百条委員会の設置に向けた動きも出てきています。で、議会では来週から始まるですね、定例会での知事の発言や説明を聞いてから百条委員会の対応を決めるということなんですが、6月議会では自身の問題に関わる部分についてどのような説明をしたいと考えてますでしょうか。はい。都議会の皆様方にも大変ご迷惑をおかけし、またいろんなこの点でご心配をおかけしていることをまた改めて、お詫びを申し上げたいと思っております。いろんなご質問があると思いますので誠実にお答えをしたいと思っております。それでは各社から質問をお願いします。質問にあたっては社名と名前を名乗ってからお願いします。日本テレビの久野村と申します。はい。知事の視察についてお伺いしたいんですけれども、去年1年間の視察で知事 の視察の内容について、美術館ですとか博物館というのが7割で大半を占めていらっしゃるということが分かったんですが、それについてどのような視察で何のための視察だったのかお願いいたします。はい。これもですね、文化振興、とりわけ2020年大会、オリンピック・パラリンピックがございますので、文化プログラムというのが同時にございます。したがって例えば共通の入場券を、関東近辺の美術館で同時に発行していただくというようなことのお願いも兼ねてですね、回ってますけれども、回数含めていろいろな議連も呈されていますので、この今2人の弁護士の先生方がいろんな調査をなさっております。その時その結果とともにですね、私の方からまとめてご報告ご説明を申し上げたいと思っております。関連でこの日程について非公開になっていたというところがあるんですが、誰の判断で、どういう理由で非公開にされていたのかというところ。基本的にですね、どこの美術館を視察しようということは私の判断であります。そしてこれ公務で、あります。ただその美術館に参った時に他の鑑賞者の方がおられますので、ご迷惑をおかけしたくないということで、そういう扱いをさせていただきました。すみません。最後にですね、福祉関係の視察が、少ないのではないかということを指摘される声もあると思うんですが、はい、知事がいろいろな政策を打ち出されているのも存じ上げているんですけれども、知事 の福祉政策に対する思いですとか、少ないという声に対してお願いします。そういうご批判があることもきちんと踏まえまして、反省すべきは反省して、しっかりと今後改めるべきは改めたいと思っております。よろしい、どうぞ。共同通信の斉藤です。はい。調査についてお聞きしたいんですが、調査について、はい、スタートしたばかりということですが、知事ヒアリングも
やるっておっしゃってたんですが、もう知事ご自身が会って何かしらお話はされたんでしょうか。いえ、まだそこまでは言っておりません。今さまざまな資料の精査をするんで、この資料を出しなさいというその程度というか、そこから今スタートしています。で、いずれ、まだ日時も決まってませんけども、ヒアリングにをするということはおっしゃられております。まだやっておりません。あともう一点、先ほど都議会では誠実に答えたいということをおっしゃっていたんですが、はい、これまでの会見、また今日の会見でもそうなんですが、調査中ということをおっしゃられていては、都議会でも説明できないと思うんですが、どのような説明をされるです。失礼します。ですから、できるだけ本当に一日も早くお願いしますということは、そういうことも含めてでありまして、今大変恥ずかしいことですけど、私自身に対する信頼が失われておりますので、しっかりとした方々の厳正なる公正な目で見ていただいて、その上でいろいろこのご指示があると思います。それを踏まえた上で私もやりたいと思っておりますので、そういう意味でなんとかですね、一日も早くということを申し上げているんでありまして、その結果をもって今の問いにはお答えしたいと思ってます。ただその結果を待つ、結果が都議会に間に合わない場合、今のご説明で都議会の方々が納得されるとは。いや、都議会の皆様方に納得いただけるような説明をするつもりでおります。テレビ東京の石井です。美術館の視察の件、改めてなんですけれども、はい、知事が美術とか文化の振興に力を入れているのは存じ上げているんですけれども、うん、個人的な趣味で何度も視察をしているんじゃないかという批判があるところです。で、今後こういった予定というのは公開されるんでしょうか。先ほど申し上げましたようにですね、改めるべきは改めたいと思いますので、本当皆さん静かにご覧になっているので、それ邪魔されしたくないというのはあります。ですから例えばマスコミの皆様にご同行をしないでくださいってお願いできるならば、それは全く公開して構わないと思いますので、それも含めて、改められれば改める方向で検討したいと思います。じゃあ今後は予定は公開する方向で検討していく。唯一その他のお客様に迷惑かけたくないということだけですので、そのことが幹事社さんのこのご配慮でそういうことができるんであれば、それは私全く問題ないと思っています。改めてなんです、先ほど共通のチケットのお話とかもありましたが、そういった視察がこれまで都政にどのように生かされているのか、もう少し具体的にお願いします。これはですね、東京オリンピックの時に皆様方が来られます。それで今私がずっと 各美術館回ってお願いしてきたのは、競技がですね、日の高いうち5時ぐらいに終わりますね。でそれからちょっと浮世絵の美術館行きたいとか、コルビエ今度は文化遺産になりますんで、そうするとこれ見に行きたいという時に、大体5時に閉館になるんで、今できれば8時ぐらいまでお分けいただけませんかということを一つお願いと、それからこれは埼玉、神奈川、千葉の美術館でもお願いしてるんですけども、1枚の券があればそれ全部見れますというようなことのお願いで、大体その両方のお願いは、私が参った館長さん、学園の方々はいろいろ努力してみるというようなことをおっしゃってるんで、そういう取り組みをやってきたということです。そういったオリンピックの開催時 その夜間に開けてもらうことなど、知事がわざわざ足を運んでそれぞれの美術館と交渉されているということなんでしょうか。例えばですね、ロンドンの2012年の大会大成功でした。スポーツだけではなくて、文化でもものすごい大成功であってですね、それは各美術館が相当に協力しました。これもこの前視察してまいりました。その時に外国から来られる方々に聞くと、夜空いてないのはちょっと困るっていうような話がありましたんで、やはり文化プログラムっていうのはスポーツプログラムと並んで東京大会の成功を左右するものでありますんで、私は直接そういうことをお伺いし、それからもう一つは、2020年のオリンピックをやってる時に、各館がバラバラ企画をやるんではなくて、例えばスポーツという企画をやるんだったら、やっぱり調整しながらおやりになった方がいいんで、大体ですね、5年前に
企画をスタートなさるということなんです。そうするともうそろそろお願いしていった方がいいかなと。で結局は局長や課長が言ってもですね、最終的な大きなガイドラインが示せませんので、私は基本的に館長さんとそういう意見を聴取するということで行ってまいりました。もう一点なんですが、共産党都議団が非常委員会の設置を提案していますが、はい、もしも設置されれば出席して誠実にお答えになるということでよろしいですか。これはもう議会の皆様がお決めになることでありますので、議会のご指示に従いたいと思っております。もし設置されれば出席されるというお考えを今お持ちで、議会のご指示に従うのは都知事としての務めだと思っております。出席の要請があれば出席するというお考えだと。議会の決定に従います。分かりました、ありがとうございます。東京新聞の川上です。はい、先日も質問があったんですけれども、事務所に対する、ごめんなさい、政治団体のから、ファミリー企業に対する事務所費の支払いなんですけれども、うんうん、こちらの方は今回 の調査、弁護士さんの調査の中に、きちんと入っているということでよろしいんでしょうか。はい、もちろん入ってございます。で今先生方に調査を依頼しておりますので、きちんとお答えできる。調査の期間は、どれぐらいの前に遡る予定でしょうか。できるだけですね、その疑念が出たものについてはすべてお答えするということで、何年前でまでに遡らなければわからないものはそこまで遡るというのをおっしゃってますので、そういう形でおやりいただけると思います。報道で出ている範囲ではですね、うん、2009年8年ぐらいまでですね、うん、遡れると思うんですけれども、そのぐらいは遡ると考えてよろしいでしょうか。そうなさるとおっしゃっておりました。はい、これに関しまして、もしいろんな疑念が出た場合に、ホテルの費用とかですね、飲食代のように返金というのは念頭に考えられているんでしょうか。それもですね、結果が出てからにしたいと思っております。今のところは今調査中ですので、おそらく調査なさった弁護士の先生方がこれはこういうことなんでこういうふうにしなさいという指示があると思います。それを待ちたいと思っております。これに関しまして、議会の方でですね、質問等ありましたら、調査の前でも、お答えになるような形があり得るんでしょうか。それはですね、これは一つはですね、先ほど申し上げましたように一日も早く調査をしていただきたいと、私の希望を言えばもうその議会できちんとお答えする前にですね、調査が出ていればより厳正な公正な調査結果が出るわけですから、本当に申し訳ないですけど、私自身が今信頼を失ってますから、そういう意味でですね、しっかりその前まででできれば出してほしいという気持ちで今お願いをしているところでございますので、今はそういう状況でございます。この件だけではないかもしれませんけれども、はい、議会の方から質問があった場合に、その点をですね、先に弁護士さんの方にお調べいただくとかですね、そういうこともできるとは思うんですが、その点についてはどうでしょうか。はい、その今おっしゃることも最もだと思いますので、そういうことができるかどうか今日早速お願いをしてまいりたいと思います。わかりました、はい、以上です。じゃあどちらにしますかね。 TBS テレビの松原です。今回弁護士2人選任されるときに第三者の厳しい目をというふうにおっしゃってましたが、はい、実際にお金を払って依頼自費でお金を払って依頼した時点で、第三者にならないのじゃないかというふうに思うんですけれども、それが果たして厳しい公正な目になるのかという疑問があるんですが、その点についてお願いします。一般的に申し上げますと、弁護士をどういう形であれ依頼した場合は依頼した方が払うということなんで、それは当然払わないといけないんで、そうするとあらゆる案件について弁護士に依頼する場合は依頼した方がお支払いするわけですから、そのことをもって、公平でないっていうところまでは申し上げられないんじゃないかなというふうに私は思います。ただ弁護士は依頼人に答えるというのが弁護士の仕事だというふうに聞いてますけれども、
全く第三者にならないというふうにやっぱり疑念がどこまでも残ると思うんですが、しかしこれはですね、調査をしてくださいという厳正なる目で調査をしてくださいというお願いであって、裁判で争っているときに自分を弁護してくださいという形での弁護士への依頼ではありません。私が要求したのは厳しい目で徹底的に全て協力いたしますので調査をしてくださいということが依頼内容でありまして、しかもその弁護士の方々、元検事の方々でありますけれども、調査が終われば名前も公表するということでありますので、私はそこは問題ないと思っております。よろしいでしょうか。それでは、はい、調査に関してなんですけれども、元検事の弁護士の方に依頼されているということで、政治資金規正法にの法律の範囲内での調査というのは、なされると思うんですけれども、今指摘されているのは、法律的にクリアをしているかどうかではなくて、政治倫理とか知事の政治倫理とか考え方とか、そういった道義的な問題とか、そういったところも問われていると思うんですが、そこについては依頼する際にどういう基準で調べてほしいとか、何をもってそれがどういうふうに判断されるというふうな、法律以外の面ではどういう依頼をされているんでしょうか。それは今おっしゃった通りで、もちろんその法的にはきちんと見ましょうということでありますけれども、今おっしゃったようにいろんな疑念とか懸念が出されてますですね、それについてしっかりお答えするように、今おっしゃった道義的な面とか倫理的な面についてもきちんと指示をしたいということを、指示をしていただきたいということを申し上げております。例えば指示をするというとですね、指示というかもっと正確に言うとアドバイスをいただきたいというふうに思っております。例えばホテルにで会議を、家族で行かれたところでホテルで会議された、これが3時間やってたら、会議やってたことになるかもしれないけれども、もし迎えに来たときにちょっと5分喋った、10分喋ったっていうことであればならないんじゃないかと、いろんな基準があると思うんですけど、そういうのは その基準までですね、例えばヤフオクで買い物されたっていうものも、これもどういう基準でこれだったら OK なんじゃないか、これだったらちょっと政治倫的に問題があるんじゃないかっていう判断を、その弁護士の方、専門家じゃん、そういう点では専門家ではないと思うんですけれども、そこの基準っていうのがちょっと分かりにくいなと思ってるんですが、はい、おっしゃることよく分かります。でただ私は今ずっと申し上げてますように、いろんな方々からご批判とご異議を呈されておりますんで、今おっしゃったようなことについても、おそらく今の話だと何分までよくて何分以上はダメだとかですね、そういうところまでおっしゃれるかどうか分かりませんけれども、厳しい目でアドバイスをくださるということなんで、それをお待ちしたいと思っております。法律家という観点からのアドバイスということですよね。法律家というよりも、もちろん法律家でありますけれども、私が今非常に皆様方のご批判をいただいてますんで、そういうご批判に対してきちんと誠実にお答えできるよう、その財前提として法的な側面のみならず道義的な面についてもしっかりとしたアドバイスをいただくというふうに思っております。よろしくございますか。はい、ありがとうございます。どうぞ。でしょうか。はい、日本テレビニュースゼロの杉野と申します。よろしくお願いします。はい、知事にまず確認なんですが、今年4月までの1年間で国内の視察53回中39回が美術館、博物館だったという記憶、ご自身の行動についてはこれは合っていますでしょうか。それは今私がここで何回って正確に言って、不正確だといけませんけれども、それはきちんとデータを調べれば分かると思います。そして多くの回数行ったということも事実であります。その多くの回数という点では、例えば知事は介護や待機児童の問題もかなり重視していらっしゃると思いますけれども、そういった現場と比べての回数はご自身の感覚では、それは比較すれば美術館は多かったと思います。それはご自身ではどのように捉えられていらっしゃいますか。先ほど申し上げましたように、オリンピック・パラリンピックの文化プログラムであるとか文化振興という大きな目的のために行っているわけでありまして、
他のところを視察しないからそこは全く無視して政策を作ってないということではありません、全力を挙げて都政をやっていっておりますしまたやっていきたいと思っております。もう一点お伺いしたいんですが、企業でも何か不祥事が起きれば第三者によってこう何か調査するような委員会が立ち上げられてそのメンバーというのはすぐに公表されるものだと思うんですけれども、知事はその今とても疑念が高まっているような状態でそれでもやはり弁護士の方からお願いがあったら名前は公表しないというふうに思われているんでしょうか。先ほど来何度も繰り返してますように一日も早くそして公正なる結果を出していただくためにそして出すために弁護士の先生方がそうおっしゃっているわけであります。そのためならば日数が少しかかってしまってその私たちとか記者のこう追及が長く続いてしまうことはしょうがないとお考えでしょうか。それは全く違います。全く違います。誤解をしないでいただきたいのはですね、今名前明らかにしますね、仮に。そしたらその元検事の方々のところに取材が殺到する、例えば。そしたらそれに対応してると調査の時間を取られてしまうんですよ。ですから一刻も早くやるために集中してやりたいんだということが最大の目的であって、そしてやっぱり厳正にやらないといけないということなんで、私はもう何度も申し上げているように一日も早くやってくださいと、一刻も早くやってくださいということを申し上げているんで、そのために全力を挙げて私も協力して全体像をつまびらかにしたいということを申し上げているわけです。ですから今引き延ばしを図っているっておっしゃったと思うんですけども、そうではなくて一日も早く結果を出すためにそういう、ご配慮をいただいているというふうに思っております。あくまでのその弁護士の先生方が一日も早く解決したいので名前は公表しないでほしいというふうにおっしゃったと。私が一日も早く結果を出していただきたい、弁護士の先生方も一日も早く結果を出したい、そういうためにそういうその配慮をしたということであります。よろしいでしょうか。それでは、テレビ東京の長と申します。よろしくお願いいたします。調査のやり方について確認なんですが、今さまざまな報道等でその疑念疑惑が先行している形になっていますが、疑惑が先行している形になっていますが、はい、弁護士の先生というのはその政治資金の問題だとしたらですね、収支報告書を一件一件確認する形の調査をされているのか、それとも報道を受けた形でこの問題についてはこれを調べましょうという形にしているのか、どちらのやり方なんでしょうか。ですね、本当に恥ずかしい話ですけどたくさんの疑念が呈されました。したがってその疑念すべてにお答えするということで、そういう意味で一件一件もちろんこの収支報告書についても当たっていくと、そういうことをやりになっていると思います。できるだけ早くという要請がありますので、今疑念が呈されていること、これすべてにお答えすると、そういうことでおやりになっているわけです。ということはその今報道に上がっていないことについては今回の調査対象にはなっていないという理解でいいですか。優先的にですね、その疑念を呈されているものから、どんどんやっていくと、そういうことだと思います。あと弁護士の方2名ということですが、本業のお仕事も終わりだと思うんですが、はい、この期間というのは知事の調査に専任というかいう形になるんでしょうか。おそらく細かい点はどういう形になるか私も全く面識ありませんので存じません。どういうやり方でやるかと、ただもちろんそのアシスタント的な方を使ったりとか、それはもう一日も早く出すために先生のご判断でなさるんだろうと思ってますので、そこはもう完全にお任せをしてございます。調査 の, その先ほどもちょっと質問があったんですが、その調査結果が上がってきて法律違反かどうかというのは法に照らしてまだ分かりやすい基準だとは思うんですが、その道義的倫理的なところというのは弁護士の方だけで判断していいのか、例えば他の専門家を新たにメンバーに組み入れるだとか、どういうことで最終的にはそこの判断をしようというふうにお考えでしょうか。それはですね、おそらく
もちろん法的側面だけじゃなくて弁護士の方々もこういう方向を改めた方がいいとかそういうことはおっしゃってくださると思います。そして、議会がありますから、都民の代表であります都議会の先生方がいろんなご質問なさると思いますから、その質問に対してですね、誠実にお答えをしていきたいというふうに思っております。その議会の件で最後なんですが、あの百条委員会の設置について話し合われていますが、あの前都知事の猪瀬都知事は百条委員会の設置が決まったことをきっかけに辞任をするということに至りましたが、知事は百条委員会の設置が決まったとしてもそこに出席をして説明をしていきたいというご意向ということでよろしいですか。あの今まだ何も決まってませんので、私が軽々にですね、予断を持って言うことは差し控えたいと思っております。議会がお決めになったことに従うという言葉でとどめさせていただきたいと思います。よろしくございますでしょうか。ありがとうございます、はい。それではどうぞ。はい、いいですか。毎日放送の大吉と申します、はい、よろしくお願いします、はい。知事、先ほどから1日も早い調査結果を待っているとおっしゃってますけれども、実際に弁護士の先生のお二人が調査に取り掛かったのは先ほどお答えになったかもしれませんが、おとといでいいんですか。そうです。前回の記者会見が1週間前で、その時も一刻も早い調査報告をというふうにおっしゃってましたが、若干スピード感が遅い気がするんですが、このスピード感で今後も調査は進んでいくと思っていいんですか。まずこの弁護士の方をお願いして選ぶ、でそれは皆さん仕事を持っておられるし、それからあの非常に厳格な目で見て、いただく方を選ばないといけないですから、それは若干の時間を要しました。しかしもう決まった以上は先生方も本当にですね、全力を挙げてやっていただいてますから、あの一日も早くお願いしますということを申し上げてますし、先生方も一日も早くやるということをおっしゃっております。一日も早く報告を出してほしいというのはなんか非常に曖昧な表現だと思うんですけれども、例えばじゃあどの疑惑に関してはいついつまでに調査報告を出してほしい、どの疑惑に関してはその後知事の言葉から記者団に語られる、そういった明確なビジョンというのは立ってないんですか。いや、それはもうこの総括してですね、お願いしているわけですから、あのそこは、調査をしてくださる先生方が、全力を挙げて総括的なお答えを出していただけるわけであります。先ほど面識がない先生方とおっしゃいましたけれども、そうなるとそのどういった基準で選ばれた弁護士のお二人なんでしょう。それはあの先般申し上げましたように、私の事務所や知人を通じて、こういうですから一度も私は付き合ったことのない方々でありますけれども、厳格に厳しい目で、政治資金についても政治資金の問題についても精通している、そういう方がしっかりおやりいただくという。誰がどういう基準で選んだ弁護士の先生お二人なんですか。今申し上げましたように、私と私どもの事務所がですね、さまざまな知人のご紹介ご推薦を得た上で一番厳しいであろうという判断で、お願いしたわけであります。その元検事の弁護士さんに知事としてはどんな情報提供をされているんですか。それは今調査中ですから、求められた資料については提出し、まだやってませんが、これからヒアリングをするということで私もヒアリングに応じます。求められた資料ということは収支報告書含めすべての資料をその弁護士お二人に提出。求められた資料はすべて提出するということです。その求められている資料は今お話にはならないんですか。それはまさに調査の中身に関わることでありますから、ここで申し上げるのは差し控えたいと思います。さまざまな調査が終わって結果が出た後は知事の言葉から一つ一つの疑惑に関する説明というのは記者団にされるんでしょうか。公表するということは説明をするということです。あと最後にもう一つ、知事、前回のご自身の記者会見の各局の報道ってご覧になりましたか。どうぞ質問続けてください。前回の記者会見の後の各局の報道というのはご自身でご覧になりましたか。すべてを見る時間はありません。一部はご覧になりましたか。はい。ご自身の前回の記者会見を見てご自身としてはどういう感想を持たれましたか。いや、それはこういう場で私が自分のことについて感想を申し上げるのは差し控えたいと思います。あくまで、視聴者都民の皆さんがご判断くださることだと思っております。どうぞ。ちょっと音が入ってないんですが、読売新聞の浜田と申します。
まず調査の関係なんですけども、一刻も早くと先ほどからおっしゃっていますが、もしも少し時間がかかりそうな場合は、何か中間発表のようなものをするようなことはありますか？それも含めてですね、さらに、スピードアップをお願いしたいと思っています。今まだそこはそういうご疑問に対しては今考えておりません。あと発表するとおっしゃっていますが、最後どういった場で発表をするというふうにお考えですか？それもですね、まずしっかりとした調査結果をおまとめくださると思いますので、そこもまずは調査をしてくださる先生方とご相談をして、こういうふうに発表しろとか、こういうふうに自分の方から発表するとかいうことがあると思いますけど、まだちょっとそこまでは話が進んでおりません。話は変わるんですけれども、知事の政治団体の事務所費の関係で、これまでファミリー企業に毎月44万円ほど支払ってらっしゃると思うんですけれども、家賃としてですが、今も知事の資金管理団体の滞在会は44万円を払っているんでしょうか？それは続けておりますけれども、この件については先ほどどなたかの質問にお答えいたしましたように、しっかりと調査をしていただいて、その結果を待ちたいと思っております。多すぎるという指摘もあるようなんですけれども、いや、それもいろいろ私の方で資料があったり、その意見もありますけれども、今は厳正なる弁護士の方々がご覧になっているので、その結果を待ちたいと思っております。それでは、どうぞ。ちょっと聞こえないんですけど、音を入れてくださいますか。失礼いたしました。読売テレビウェイクアッププラスの榊と申します。以前私どもの番組にご出演いただきましたときに、知事は実際に使っている立場から政治資金規正法には、解釈で不明確な点がいくつかあると、一度国会で点検し直した方がいいと発言されておりました。まさに都知事の視点には不明確な点があるわけなんですけれども、今も政治資金規正法を点検した方が良いとお考えでしょうか？今ですね、私がこういう立場にあって、多くの皆様方からご批判をいただき、また政治資金の使い道についてさまざま疑問を呈されておりますので、そういう状況の中で、私が今何かをその点について申し上げるのは適切ではないと考えております。もう一点お願いいたします。政治と金の問題についてクリーンにしなければならないというような発言もありましたが、こういった過去のご発言を信じていた、都民もいると思いますが、冒頭のご発言と重なるかもしれませんが、今改めて都民に対してどのようなお気持ちをお持ちでしょうか？さまざまそういう疑念を持たれたことに対しましては、心から何度も申し上げてますようにお詫びを申し上げたいし、改めるべきはしっかりと改めたいと思っております。毎日新聞の林田と申します。知事、政治資金に関して市民団体から東京地検に告発されていらっしゃいますけれども、この件については、どなたか弁護士の方にご相談なさっていらっしゃるんでしょうか？今はですね、その調査をしっかりしてくれということを申し上げております。で、今そのことをに全力を挙げてますんで、今ちょっとご指摘されたことについては今のところまだちょっとご相談をしておりません。じゃあご依頼、調査を、お願いされてらっしゃる弁護士の先生方には今の時点ではお話しされてらっしゃらないということです、ね？今ちょっと私も今しっかりと調査をすることに全力を挙げてましたんで、今ご指摘を受けましたんで、これは調査をする先生方も当然ですね、自分が調査をする対象でありますので、それが告発されているということなんで、この会見終わりましたら早速それは、お願いしたい、お願いというかお話ししたいと思います。ありがとうございます。
今後その先生方にそうすると、うん、この件での弁護、もお願いされるということですか。いや、そこもまだちょっと考えてません。今おっしゃられたんで、私はもうあの今申し上げたように調査に全力を挙げるということでしたので、ちょっとこれはあのどうするかについてはですけど、今お願いしている弁護士さんが元検事の方々でありますから、こういうご活用が出てこれどういたしますかということはあのお尋ねしても構わないと思いますので、やってみたいと思います。はい、ありがとうございます。どうぞ。先ほどの東京地検の告発状は知事はもうお読みになってますよね。はい。で、2点あります。一つは政治資金の虚偽記載問題、もう一つは美術品等の横領疑惑で、要するに自動車等は管理あの滞在会に移されていると思うんですが、その他の美術品等どうされているのかと。で、その2つの件で横領疑惑はであの横領罪容疑で告発されているわけです。で、それについてこれどうされるかと、あの、うん、これからかまだ決められないというのはおかしいんじゃないかと。はっきりともう刑事告発されているし、その疑惑疑念に答えるというのがあれば、あの告発状に対して一つ一つあの調べて、これはこうですと、それ先ほど そのいわゆる虚偽記載疑惑だけじゃなくて、その横領疑惑についてもお答えになるのが筋じゃないかと思うんです。それをしないと世論は納得しませんよ。はい、あのその点についてもどういう法的な対応をし、どういうふうに対応するべきかということについては、これは専門的な知識を持った弁護士に相談をして、その上で、対応したいと思います。はい、もう1点すみません。どうぞ。あの先ほど議会からのご質問に対して、できるだけ個別的にも議会前にもお答えするということを示唆されましたが、あの共産党都議会団から出された公開質問状ですが、ちょっとすみません、はい、あのちょっとよく聞こえなかったんですが、あの議会前に答弁するというふうに申し上げてます。いろんな質問についてですね、議会の場ですか。はい、あの公開質問状について昨日は答弁拒否をされましたが、これについては未来永劫答弁する考えはないのか、ないしはあの途中であのやっぱり議会にご迷惑かけたくないということを言われてますが、これ与党野党を問わず議員さん迷惑こむってんですよ、いろいろ。それでその一つの意見を代表して質問状を出したと思うんです、共産党都議団が19日に。それにして対して答え、昨日の時点では答えられないと。じゃあいつ答えられないの、答えるのかと。だから一緒くたにしてあの答弁説明されるんじゃなくて、質問状には質問状として真摯に答える必要があるんじゃないかなと思うんですが、あのそれについていかがでしょうか。今まさにですね、細かく2人の弁護士の方がお調べになっている段階でありますので、いずれにしましてもその結果を待ちたいというのが今の状況であります。ですからあの質問状にお答えになるつもりあるのかな、時間は後になるけれども、そういう今はとにかく調査の結果を待ちたいと。どうぞ。はい、読売テレビミヤネ屋の中山と申します。先ほどからの回答を伺ってます と弁護士の方への依頼の内容というのは、法的なアウトセーフではなくて道義的な意味合いのアウトセーフでの判断基準ということで、まずよろしいですかね。いやいや違います。あの、質問なさった朝日の方でしたよね。あのまずは法的なものもしっかりやらないといけないけれども、さまざまな疑念が呈されております。たくさんですね、私はそういうことについてもしっかりと見ていただくということで、その結果これは何の問題もありませんと、道義的に問題ありませんって出るかもしれません。しかし、その先生方がこれはやっぱこう改めた方がいいよとアドバイスをくださるかもしれません。そういうことも含めてということであります。政治資金規正法としてこれはまずいっていうアウトセーフと、そうではなくて一般的な感覚としてこれは政治活動とは言えないんじゃないかなというような道義的な部分でのアウトセーフと、2段階にわたって判断をしていただけるということでよろしいんですか。2段階というよりもですね、あの双方の側面でというふうに思います。
で、これはもう道義的におかしいんじゃないかというような指摘があれば、それはもう改められる、修正なり訂正なりというか、はい、さまざまなご批判をいただいておりますので、はい、徹底的に調査をしていただいて、今後二度とそういう疑義が皆様方から呈されないようにしっかりと改めていきたいと思っております。その点で先ほどからその基準という部分でどう判断するのかというような話一部ありましたけれども、奥様に関して前回の会見の中で妻は家族ですというふうにおっしゃってましたが、実際にその事務所職員というような概念で接した場合に、食事をしたときにこれは政治活動というのは扱いになるケースというのは考えられなくはないと思うんですが、奥様は家族というふうに判断すべきなのか、そういう個別な問題についてはですね、個々では差し替えたいと思います。そういうことも含めて、しっかりとアドバイスをくださるものと思っております。でどちらもあり得るということです、ね、そういうことも含めてアドバイスをいただきたいと思っております。どうぞどうぞ。テレビ朝日モーニングショーの岡安です。はい、はい、ご自分でご自分の基準で選任された弁護士さんですけれども、どうして公表できる、名前を公表できる人を選ばなかったんでしょうか。今申し上げましたように、厳正に見ていただきたいと、そして、一日も早く結果を出していただきたいと、そういうことから選んだわけでありまして、一日も早く厳正公正に見ていただくというのは最大の眼目でありますから、そういう観点から名前を公表できるかできないかと、そういう基準ではなくて、最大の眼目は今申し上げたことだと思っております。厳正に公正にという意味では、その中立性透明性を保つ上でも、名前を公表できる、事前に公表できる方を選ぶというのも条件に入れることも必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。一日も早く迅速にという条件があれば、それが難しくなることがあり得ると思います。先ほどご説明した通りです。一日も早くということですが、安倍知事からその目処というのを示すようにというお願いはしないんでしょうか。いや、それは都議会にご迷惑をおかけしたくないと、そういう観点から一日も早くということを申し上げているので、何月何日までって言っても、それは膨大の量のこの調査をしないといけないんで、24時間働き続けるわけに先生方も行きません。お休みにもならないといけないんで、そういう中で全力を挙げてやってくださると思います。通常その第三者の調査というのが入るときに、まずこう世の中にこの方から依頼を受けて、これからこういった調査をこのような観点から行って、こういった事故を調査しますというふうに、まあ世に発言して、ではその上で皆さん、じゃあ待ちましょう、その調査が済むまではということになったりするものだと思うんですけれども、全くその期日もはっきりされず、その名前も公表されずという中で、皆さん都民の方たち待とうという気になると思われますか。いや、だから名前を公表しないことの意味はお分かりいただけたと思います。それで一日も早くと申し上げて、一日も早くやりますということでおっしゃってるんで、それはもうそれだけ全力を挙げて、私も引き延ばすとかなんとかじゃなくて、私も本当に今皆さん方からご質問いただいたように、早く答えたいんです。で、今でも答えたいこともあります。しかしですね、それを今私が申し上げても、また嘘を言ってるとか、またおかしなことを言ってるっていうふうにおっしゃられる可能性が、本当申し訳ないんですけど、恥ずかしいことなんですけど、そういうふうに皆さんの信頼を失ってますから、できるだけしっかりとした調査の結果をもって、あ、こういう検事の、元検事の方々がこういう調査をなさったなら、それは信じるよと皆さんがおっしゃるような調査をしていただくと思います。で、その上で私はそれを基礎にしてですね、しっかりとお答えをしたいんです。だから一番もう明日にでもくださいと思ってるのは実は私であって、それはぜひ信じていただきたいんで、もう本当にですね、もう一刻も早くというのは私が一番誰よりも思っていることなんで、もうそのために全面的に協力いたしますということを申し上げておりますので、最後に一つ、はい、この3回の会見を振り返ってみても、まず最初はその精査します精査しますを繰り返されて、その次は厳正な第三の目をということで、で今回はまだ調査中ということになるわけですけれども、その
都民から見ると先送りにずっとされている、今引き延ばしではないとおっしゃったんですが、そのような印象をやはり受けてしまうと思うんですが、さまざまなこの疑惑の中で、疑惑そのものはもちろんのこと、都民はやはりこれだけ批判が高まっているというのは、都知事がその答える気が、説明する気があるのかどうかというその姿勢だと思うんですけれども、それについてはどう思いますか。それご批判はよくわかります。で、私はまさに今何度申し上げたけど、恥ずかしいことに私が今信頼を失ってますから、私がこう言ってもですね、それはもうまた嘘言ってるだろうっておっしゃられる可能性あると思います。ですから厳格な公正な目で見ていただいてですね、出していただくと、そして実はこうでしたと、でこれはもう絶対正しいよと、これはもうそう言われてもそういうことじゃありませんというのはあるんです。一つ一つについて分かる限りであるんです。しかしそれを今一つ一つ申し上げているとですね、厳正なる調査をやっていただいているわけですから、疑惑っていってもたくさん出てます。だから100個出たら100個全部黒であるというふうなことではありません。私に言えばこれは全く誤解ですよってのはありますよ。しかしそれをですね、今申し上げるよりもしっかり見ていただいて、今言ったこれは全く問題ありませんよと、どういう観点から見ても問題ありませんよって出していただいた方が、私も都民の皆さん方にきちんと説明できると思ってます。そういう意味で私が一番早く出していただきたいと思っているということです。はい、ごめんなさい、1回目の方がお先にお渡ししますんで、どうぞ。ちょっと音が入ってません、ごめんなさい。テレビ朝日の内田です。はい、調査のことなんですけど、弁護士さん2人とおっしゃってますが、これは2人が同時にやってるというふうな認識、それとも別々にやってそれぞれ報告書を上げてとか、なんかそういうことなんですか。報告書は1本になると思います。どういう役割分担してなさるかっていうことまではちょっと知りませんが、報告書は1本になります。そういう意味では2人一緒にということだと思います。同時にじゃあお二人にお願いしているということですか。別々ではなくて。そうです、ということです、ね、そうです。チームという言葉がいいかどうか分かりませんですけども、その方々がチームでおやりになっていると、そういうことです。だから報告書は1本です。なるほど、はい、よろしいでしょうか。どうぞ。はい、どうぞ。はい、 CBC テレビのゴゴスマという番組の奥平と申します。これまで一連のですね、公私混同とされた政治資金問題につきまして、舛添さんの側近や都の職員から、例えばこれはまずいですよといった進言などを受けたことはありますか。今のところ突然の質問ですけど、今のところそういうことはあまり記憶にないと思います。あまりというのは。いや、今のところ記憶ないと思います。はいかいいえで、終わる質問なんですけれども、公用車に湯河原などに行くのを含めて家族を乗せたことはあるのでしょうか、なかったのでしょうか。それはありません。湯河原に行った時の公用車にも家族を乗せたことはなかったと。私は基本的に一人で行ってました。そして家族が来るときは、合流するときは、ロマンスカーに乗ってきておりました。どうしてもこの3回の会見も含めてですね、後ろ向きな話題ばかりですので、俺はこんなにやったよとか、こんな業績上げたよっていうのはちょっと私の方からちょっと申し上げるのもなんですが、ちょっと幹事さんが言えということをおっしゃるんでですね、一つはちょっと時間1、2分かかるかもしれませんが、オリンピック・パラリンピックの準備は一生懸命やってきたと思っております。それから待機児童の問題や介護の問題についてもさまざまな努力をしてまいりましたし、それから貧富の格差、これの大きな原因になっている非正規労働者、これを正規労働者に変える、こういう努力もやってまいりましたし、それからパラリンピックを控えてますので、バリアフリーな街づくり、そういうことも含めてやっておりますし、それからやはり環境問題、水素社会の実現を目指してやる、今週も福島に行きまして、先週も参って福島の CO2 を使わない水素で、素晴らしいこの水素社会を作ろうということで、東北の人たちの支援も引き続きやってまいりましたんで、私はできる限りにおいて
全力を挙げて、都政を前に進めることをやってきたつもりでございます。それだけなすべき大切なことをたくさん抱えている中で、今回の調査のですね、精査も含めてどうしても公務との両立が難しいのではないかと思ってしまうのですが、ちょっと今も定例会見がかなり毎回伸びているわけですよね。で、今後その調査の発表がありまして、でその精査も舛添さんは公務以外のところで行われるわけですよね。それで公務との両立難しいのではないかと心配してしまうのですが。いや、ありがとうございます、ご心配は。しかし私は24時間365日都民のために働くというつもりでずっとこれまでやっておりますし、朝10時から5時までが執務時間ではありません。日曜日も仕事をするし、例えばこの今の私の問題の政治資金に関する調査土日にできるわけですから、ですからそういう意味で、私の公務これに一切差し障りのないように努力をしてまいっております。今朝も、女性の活躍推進このためのシンポジウムを行ってきました。こういうことがあるからといってですね、そのために公務をこのキャンセルしたりしたことはこの一度もありません。しっかりとやっております。最後にすいません、調査についての質問です。この結果につきまして政治家としてふさわしいか否かを判断するのはどなたですか。それはですね、基本的に有権者だと思っております。この例えば法的に問題ないと示して倫理的な責任についてはどうお考えですか。いや、それも有権者がご判断なさると思っております。よろしいでしょうか。一連お疲れだと思うんですけれど、体調についてはいかがですか。しっかりと都民のために仕事をしてですね、改めるべきは改めて、全力を挙げて都政を前に進め、都民の幸せのために努力するというのが私の基本的な心情ですから、しっかりと体調を整えて、公務に邁進してまいりたいと思っております。こういう時こそ普段舛添さんがおっしゃっているように湯河原の別荘などで体と頭を休めてということも必要かと思うんですが、最近は行かれていますか。まあ、公用車を使わない私の私的な行動についてはこういう場で、お話しすることは差し控えたいと思います。ありがとうございます。どうぞ。お待たせしました。フジテレビ情報番組グッティの広瀬と申します。知事のお仕事の中で都民の声をこう吸い上げて捉えるというところあると思うんですけれども、現在この第三者の目をもってして調査するというやり方自体は都民はこれ望んでいると思いますか。いや、それは都民の皆様に聞いてみないと分かりませんが、私が何度も申し上げてますように、こういう形でしっかりと精査していただくのが最適だろうという、そういう判断であります。このずっと会見続いている中で、都民の納得が得られる形での回答をこうしっかりとできなかったという点が、反発を呼んでいると思うんですが、そう考えるとやっぱりこう都民が今求めているような方法を取るべきではないかというふうには考えませんか。私は今最適な最も都民のお気持ちに添える形での回答を申し上げたいということで、こういう今プロセスを取っているわけであります。それは将来的にそういう回答だというふうな、今将来的にそういう回答を得るための期間だというふうに捉えていらっしゃると思うんですが、今現在もやはり都民はこのやり方で待ち続けてしまう。いや、何度も申し上げてますように、はい、一日も早く結果を出して、そして都民の皆様方が納得するような調査がちゃんとできるために行っているわけでありまして、何度もお詫びをして申し上げているように、大変恥ずかしいことですけど私に対する信頼が失われているわけですから、信頼のある厳正な方の目でやっていただきたいというふうに思っております。確認なんですが、今回の調査は、政治活動でも公務でもないという考え方でいらっしゃいますか。政治活動で今回この調査をやっているのか、そういった感覚としては知事としてはどのようにお持ちですか。いや、これは公務ではありません。今日の例えば午前中の女性活躍の推進シンポジウムとはこれは全く違うものであります。法的判断が下された後の最終判断、都知事の不支持、支持、この判断は有権者だというふうにおっしゃっていますが、その上でこう不支持だという声が多かった場合、
まあ、そういった知事が都知事であり続けること、これはあるべき姿だと感じますか。今から都議会が始まりますから、都議会でしっかりと議論し、都議会こそ都民の皆様方の代表の議員の方々がおられるわけですから、ここでしっかりと議論したいと思っております。よろしくございますか。そうする、どうぞ。フジテレビ特大の菊池と申します。よろしくお願いします。数々の疑惑上がっていると思いますけれども、都民としての立場として考えた場合ですね、これは最も都民の皆さんに怒りを感じさせてしまったな、不満を感じさせてしまったなと思う疑惑というのはどういった疑惑だと思いますか。いろんな疑惑あると思います。先ほど来申し上げてますように、私はこれは全く問題ないし、疑惑でも何でもないと思っているのもあります。しかし、これはきちんと調査をして、公平なる方が見てですね、判断しないと、私がそうじゃないと言っても、今は何度申し上げてますように、信頼を失ってますから、そういうことで申し上げているので、私の方からどれが一番ダメだとか、どれが一番ということは、それは差し控えたいと思います。今のお答えですと、ではご自身が疑惑ではないかと思う項目もあるということですか。当然です。当然です。それも内容というのは今ここで、いや、それはですから、今私が申し上げるよりもきちんとした弁護士の方がおやりになるわけですから、私が今申し上げても信頼を失ってますから、そこはあえて、その弁護士の方々にお任せするということであります。その疑惑というのは、都民の皆さんはもし調査の結果を待って疑惑が明らかになった場合というのはどのような反応をされる。それは結果を待って都民の皆さんがどうご判断なさるかということだと思います。よろしいでしょうか。ごめんなさい、先ほどのちょっと質問、似たような質問があったんですけれども、公用車の私的利用、前々から疑惑が上がっておりますけれども、石原都知事の時にも、都の幹部などが、公用車の利用ということで問題になってたと思うんですね。で、我々の取材の中で、過去のそういった苦い都庁の経験を知っている職員から、舛添都知事に対して、公用車の利用についてこういった使い方はまずいのではないかという助言があったという、ちょっと取材の中で分かった部分があるんですけれども、実際そのような声というのはなかったんでしょうか。何度も申し上げてますように、ずっとこの決まっている都庁のルールに従ってやってます。したがって、しかしルールだからそのままやっていいのかという極めて厳しい批判がございましたので、例えば URL に行くときにはもう使いませんというような形で、改めるべきは改めるということをやっているわけであります。それは疑惑が持ち上がる前に助言があったということですか。疑惑が上がってから、そういう助言というのはありません。ルールに従ってくださいというから、私はルールに従っただけであります。しかしそのことについてさまざまな疑念やご批判を招きましたので、それはやめるということを申し上げたわけです。よろしいでしょうか。 あともう一点ごめんなさい。私先週の会見で、上海での消耗品について質問させていただいたんですけれども、さまざまなメディアでも、今週取り上げられました。どんな店で何を購入したかという部分はまだ思い出されてはいませんか。その点についても今調査をお願いしているところでありますので、厳正なるその弁護士の方々に調べていただきたいと思ってます。そしてそのヒアリングをなさるというわけですから、私の分かっている点について、すべて他の点についてもそうですけども、お答えするということです。この消耗品という項目は、いや、それについてもですね、もうそこの細かいことはすべて繰り返しになりますから、すべて明らかにしたいんです、一刻も早く。それで今お願いしてるんで、ぜひそこはご理解いただきたいと思います。これだけ都知事は消耗品というものはどういったものだと考えているんですか。いや、その点についても今申し上げましたように、弁護士の方々がしっかりと精査をなさるわけですから、それを待ちたいと思ってます。それは弁護士の精査とかではなくて、知事の考えとしてお伺いしたいんですけれども、今ここで話すことではないと思います。今しっかりとした調査の上でっていうのは、これも何度も繰り返し申し上げていることであります。幹事社さん、あとどうですか。まだじゃあどうぞ。はい、
共同通信の恩田と言います。はい、先ほど知事、議会に対して納得を得られる説明をするとおっしゃったんですけれども、やはり調査中という回答ではそれは難しいと思います。はい、そうすると、まあ、結果が出ていなくても進捗状況などを議会に対してお話しするということでよろしいでしょうか。ですね、私が先ほど申し上げましたように、もうできればですね、そのできるだけ早く結果を出していただいてというふうに思っておりますから、その上での話なんで、今ちょっとそのことについてはですね、断言を避けたい、これ逃げてるわけでも何でもありません。より正しい全体像をお話したいということでありますんで、本当に私今でも説明したいことがたくさんあるんです。しかしこれは何度も申し上げてますように、私自身が信頼を失っている段階で、やはり厳しい弁護士の方々の調査の上に依拠してやる方がですね、正しいお答えができると思ってますので、そういう意図でございます。それと都民の代表である議会にしっかり説明するという話ありましたけれども、まあ、この会見もかなり多くの方の目向けられていると思います。で、議会で説明できて、まあ、ここではちょっと何もお話ができないというご理由をちょっと改めてお願いいたします。今まさにですね、元検事のお二人の弁護士の方々が調査を開始したところでありますので、それがまだ出てきておりません。それが出た上でしっかりとお話をしたいということで、これは引き延ばしているとか時間を稼いでいるとかそういうことではありません。私自身が一日も早くその結果を待っているということであります。よろしいでしょうか。どうぞ。フジテレビミスターサンデーの島と申します。先ほどから出ている美術関連の視察についてなんですけれども、例えば去年の7月14日、東京芸術大学の美術館を視察されている日にですね、また同じ日に、葛西臨海水族園を視察されており、それについては都のホームページの方で視察の目的であったりその成果というのを公表されているんですけれども、この視察の中で公表するものしないものという判断は誰がされているのか、それとどういう理由なのかというのを教えていただけますか。はい、この判断は私はしておりません。それで都の各局がですね、ホームページ担当する局もありますし、それから水族館の担当とか美術館の担当とかがあって、そういう形で、協議をして決めるんだろうと思ってますけれども、何らかのこういうふうに改善した方が分かりやすいとか、まあ、おそらく公務であるけど、先ほど言った他の美術鑑賞なさるお客様の邪魔になったらいけないということがあったんで公表しなかったと、それで出さなかっただろうと思いますけれども、そこもちょっと何らかの形で改善し、例えば先ほどの石井さんでしたかね、ご質問があったようにきちんとそういうところを出せば都民は分かるんですよということであればですね、それも考えたいと思ってますので、またいろいろいいアイデアがあればお教え願いたいと思います。この1年間で39回も美術関連の視察があって、まあ、もちろんその他の鑑賞者の方の迷惑にならないようにという理由も分かるんですけども、うん、オリンピックに向けた文化振興という目的で、そういうちゃんとした目的があっていかれるのであれば、事後でもそうですね、報告をするということは可能だったと思うんですけども、この39回あって一度もそういうのがないというのは、これは公表できない理由が何かあるんじゃないかなと思われても、分かりました、はい、それはもうありがとうございます。そういう理由は全くありません。それは本当に各館の館長さんに取材なされば分かりますんで、もちろん展覧会の鑑賞もいたします。しかしその前後にですね、きちんと会議をやっておりますんで、それがおっしゃるようにそういう誤解がないようにぜひホームページ活用したいと思います。ありがとうございます。この視察に関しては美術館の方から来てほしいと言われたものなのか、それとも知事の方から行かせてくれといったものなのか。いろんなケースがあります。東京都の庭園美術館というのはアールデコがあります。これはフランスのファビス外務大臣がいらっしゃったときに見たいということでご案内しろということなんで参りました。そういうケースもあります。それから例えば隅田川の水運、こういうことについてどうするかというときに、両国に酒とタバコですか、こういう美術館があって、ここにはその隅田川の水運についての
この展覧会やってたことでございます。で、葛飾北斎の美術館もできるということで、墨田区長さんも見られて、あの地域一帯を両国、これ相撲の美術館がありますし、江戸東京博物館もありますんで、一大文化ゾーンにしたいんで、ぜひ来て、また葛飾北斎の11月だと思います美術館開館の時はぜひ知事来てくださいと、こういうご依頼もあります。それから私の方で、例えば先般練馬の区立の美術館に参りましたけど、この時には、浮世絵の国吉という展覧会がありまして、これは私がパリに行った時にパリのプチパレでやってたのも国吉であって、そういう関連で日出交流になるからということでですね、例えばこれは私の判断で行きました。ですからいろんなケースがあると思いますし、それから複数行ってるケースがありますのはですね、ある時に行ったら、いや知事さん2ヶ月後にこういうのをやりますと、今度スイスからこういうの来ます、フランスから来ますと、でこれはぜひオリンピックの時に文化振興に役立ちますから、ぜひ来てくださいって言ってお招きいただくことがほとんどなんです。それで2回以上行くっていうのはそういうことが多ございますんで、そういうこともきちんとこれからはできればそういうことを説明すれば都民の皆さんのご理解をいただけると思います。やっていきたいと思います。ありがとうございます。先方から招待される場合っていうのは、何かそういう視察に来てくださいというような要望書のようなものはあるものなんですか？いやいや、もう本当に口頭でですね、今度これやりますからとか、それからよく先般こういう外国の大臣来られて、例えばカラバッチョ展でしたけど、このイタリアとの交流150周年で、ローマが我々の姉妹都市でありますんで、そういうこともありますんで、ぜひこのカラバッチョは見ていただきたいというのは、そういう話がございました。はい、その一方でですね、知事が都知事選で訴えてらした、先ほどもありましたけれども、その待機児童の問題だったり、介護の問題、そういった関連の視察が、私も記録の方を拝見したところですね、美術館には39回も行っているにもかかわらず、はいはい、そういった例えば高齢者施設だったり、保育園であったり、そういったところの視察はほとんどなかったんですけれども、それはあれですかね、そういう介護、福祉関連の視察っていうのは、後回しになっているような状況。いや、これはまたこれからですね、やっていきたいというふうに思っております。例えば保育の問題なんかは、公園の活用というようなことでですね、戦略特区で行って、こういう公園どうだろうというようなことをやりますけれども、それもご批判がありますので、確かにおっしゃる通りですね、数のバランスというか、それはご批判を受けるのは当たり前だと思います。今後改めて参りたいというふうに思っております。すみません、最後に1点、はい、明日明後日とですね、竹芝の方で島自慢2016というイベントがあるかと思うんですけれども、前回2014年に開催された際にはですね、知事はイベントに出席されて、その島の発展なくして東京の発展はないと、はい、で2020年のオリンピックに向けて魅力を、島の魅力を発信していきたいというふうにおっしゃっておりまして、知事にとっても島の発展というのはかなり力を入れたい部分ではあると思うんですけども、明日明後日のイベントには行かれる予定はありますか？今のところはちょっと行く予定にしておりません。ただいろんなイベントもですね、行く年があったり行かない年があったり、そういうことはあります。それでたくさんありますから、今年行ったから次は2年後にっていう、そういうことなんで、これは全体のバランスを取りながら調整したいと思ってます。行かれない理由っていうのは何かあったんですか？特別にありません。私は小笠原含め伊豆三宅島すべてのですね、島の発展なくして東京の発展ないと思い、今後とも全力を挙げておりますし、島の焼酎なんかを大使の皆さんとか海外の要人に差し上げたりですね、島の特産品を東京都のお土産として差し上げるというようなことをして、全力を挙げて島の発展には今後ともやっていきたいと思っています。明日他に公務があったりする？いや、その点はプライベートなことも含めてちょっと差し控えたいと思います。じゃあごめんなさい、初めての方どうぞ。ちょっと声お願いします。マイク入りません？入りました。日刊スポーツの三須と申します。知事、先ほど来
疑惑でないものも疑惑として報じられていることに対して、まあ、ここの場では全ては言えないが、あの言いたいことはたくさんあるというおっしゃってましたけれども、その黒ではないものが黒のように報じられている現状、まあ、もうものすごい数報じられてますけれども、この現状について知事はどうお思いでしょうか。いや、もうそういうふうにですね、報じられて、疑惑として、この言われるというのは、それは私の不徳の致すところでありましてですね、まあ、残機の念に耐えないところでありますけれども、あの100報じられているうちの100すべてが全部その通り問題あるということではないということだけは申し上げておきたい。ただ何度申し上げましたように、あの今の私の立場からそれを言うよりは厳正な方の目で見ていただいた方がいいんだろうと思ってます。そのやはりそういう状況だとかなりのフラストレーションが溜まっていくと思うんですけれども、知事は今現状それをどのように解消といいますか、いや、あのそこはまああのご想像にお任せをしたいと思います。あの私はやっぱり、全力を挙げて都民のために仕事をするんだと、365日24時間全力を挙げてやると、そのことを通じてしか都民の信頼を獲得できないと思ってますから、これまで以上に努力をしてですね、私はあの長期ビジョンでもいろんな政策を掲げてます。で、都議会の皆さん方、都民の皆さん方のご協力いただいて、かなり前に進めた部分もあると思ってますんで、さらにこれに前に進めていくと。やっぱり、東京が世界第4位じゃなくて世界一の街にするんだっていう大きな目標を掲げて仕事をしてますんで、そのために全身全霊を尽くしたいというのが今の気持ちです。先週の会見ですと、まあ、第三者の目で厳しい目でというのをまあ繰り返されまして、あの今日の会見のようなあの疑惑でないものも当然あるというような強い口調でおっしゃっていた覚えがないんですけども、今週になってそのようにご発言されたのはなぜなんでしょうか。いや、ずっと皆さん方がいろいろな質問があって、その全ての疑惑は全て疑惑であるというようなご発言がいくつかそんな感じが思い浮きしたんで、私が言ってもこう信頼を失っているかもしれないんで、信じてもらえないかもしれませんと、しかし私はそうじゃないのはと確信しております。ただそれも私が言うんではなくて、しっかりとした弁護士の先生に公正な目で見ていただく方がいいだろうということで申し上げたわけです。あとすいません、最後一つなんですけども、あの、まあ、高額出張費の問題があの都民からかなりの批判を受けていますけれども、高額出張費、海外ですね、海外ですね、はいはいはい、知事は、まあ、このまま、まあ、知事職を続けられれば当然8月のリオデジャネイロオリンピックと、パラリンピックの方に行かれると思うんですが、その際の渡航については現状で知事のお考えですが、どのような座席というかフライトにしようかと思って、あの問題が出ましてご批判をいただいたときに、検討委員会を設けて、まあ、今こういう状況なんですが、検討委員会は検討委員会で動いております。で、その結果をしっかりと待ってですね、であの時に申し上げましたように、相当部分私から見てもやっぱあの節約できるところがあるなというふうに思ってますんで、そういうところは生かしながらやっていきたいと思いますんで、まだあの8月ですから、時間ありますんで、それまでに検討委員会のきちんとした結果を出したいと思っております。知事ご自身の考えはおっしゃれないですか。いや、今だから検討委員会で検討してますんで、それに基づいて判断をしたいと思っております。あと 2,3 人ということで、それでは、どうぞ。はい、はい、報知新聞の江端と申しますが、よろしくお願いします。はい、先ほどから知事はあの私は信頼を失っていると何度も繰り返しおっしゃってますが、片方であの信頼されている方もいると思います。であの先ほどからその私は黒でないと思っている部分がいくつかあるとおっしゃってますが、今まであの出てきた疑惑の中で何割ぐらいがご自身で、黒ではないと考えていらっしゃるのか、ちょっとお答えいただけますか。何件と言えるのであれば何件でも結構ですが、お願いします。いや、あのその点についてもですね、
私が黒でないと思っててもですね、しっかりとした精査をしたときに、これはそうじゃないということが出るかもしれません。ですから本当に恥ずかしいことなんですけども、私が今申し上げて、もうこの信頼を失ってますから、そこは申し上げないということにしたいと思います。ご自身ではっきりとこれだけはっていうのはあるわけですよね、当然。いや、それはありますけれども、それはあえてこの場で申し上げないにいたしてますよろしいでしょうか、はい、あと一人か二人で、じゃあ石井さんを最後にしますんで、どうぞ。男性の方、はい、ね、男性の方 で、それで石井さんが最後でよろしくお願いします。ネット中継メディア IWJ の高橋と申します。ありがとうございます。はい、ここ3回の会見を拝見しまして正直びっくりしてます。増田知事の対応にもびっくりしてますが、メディアの追及にも正直びっくりしてます。とても世界の報道の自由と72位の実力とは思えない追及ぶりかと思ってます。政治資金規正法の違反に関しては増田知事だけではなく、現役の大臣も疑惑がかかってます。官房機密費も疑いがいっぱいあります。ぜひ、72の実力で追及していければと思います。さて、増田知事、2014年2月2日、都知事選の街頭演説では、手を握って応援してくれた自民党、公民党の幹部も今や突き放しています。メディアでもですね、都知事の就任会見の時に、何カ国語喋れるんですかと、用意したメディアもですね、今や、批判の追及に回ってます。手のひら返し、知事は今どのように感じていらっしゃいますか。さまざまな批判に対してはこれは真摯に受け止めて、改めるべきところは改めたいと思っております。都政の話出ましたけれども、今肝心の都政の方がもうむちゃくちゃになっていると思うんですね。オリンピックの問題もそうですけれども、築地の問題もそうです。介護問題もそうですし、格差の是正とおっしゃいましたが、格差是正されましたか、この2年間で。オリンピックの問題はしっかりと前に進めておりまして、昨日もジョン・コーツ委員長をはじめ、アレックス・ギラディ副委員長をお見えになって、東京の準備状況についてきちんと評価をしていただきました。そして築地から豊洲の移転も今年の11月に正式に決まっております。すいません、確かに決まっておりますが、肝心の仲卸の方々からはスケジュールを延期してくれと、もう請願書をですね、半数以上の方が賛同しているんですね。そういう声が届いていらっしゃいますか。いろんな声があることはありますけれども、全体の決定として、これはみんなで、決めて大多数で決まりましたので、これは粛々とやっていきたいと思いますし、格差の是正については、国に先駆けて非正規労働者を正規労働者にするための支援の体制を組んでいるところであります。組んでいるところで成果は全く出てないと思うんですが、それともう一点、4年で待機児童ゼロにするとおっしゃいましたけれども、実際どうですか。それについても着々と前に進めております。よろしくございますか。じゃあ石井さん、最後お願いします。テレビ東京の石井ですけれども、改めてなんですけれども、さまざまな疑惑に関して、先ほど全部黒ではなく、また誤解もあると知事おっしゃいました。で、また一刻も早く結果を出してほしいというのは、知事自身が一番思っていることだというふうにもおっしゃっていましたが、はい、調査の結果が出て公表された後、都民の理解というのは得られるかどうか、知事はどう考えていらっしゃいますか。それはですね、まずしっかりとした調査をしていただく。その内容がまず第一だと思います。そして、どういう形でそれを公表し、どういう形で私が対応するかも、これは調査している先生方とご相談しないといけないですけれども、当然私の問題ですから、私が議会も含めて説明しないといけない。その上で都民の皆さんのご判断を待ちたいと思っております。知事がこれまで、政治家として知事として都民に理解を得られないような行動があったか、ご自身に問いかけてみると、その辺はいかがなんでしょうか。いや、それはもう今回さまざまなご批判をいただいてますんで、真摯に反省してですね、改めるべきは改め、そして、さらにこれまで以上に全力を挙げて、都民のために働きたいと思っております。よろしいでしょうか。はい、じゃあ幹事さん、どうもありがとうございました。